生物としての人間の最優先事項は生き延びることです。最も信頼できる生き延びるための方法は現状を維持することです。昨日までこのやり方で生き延びることができたのだから、今日も昨日と同じやり方をすれば生き延びることができるだろうと考えます。そして昨日までのやり方で今日生き延びることができると、明日も今日と同じやり方をすれば生き延びることができるだろうと考えるようになります。私たちは日々同じことをすることで、このやり方で生き延びることができるんだと確信するようになっていきます。私たちは現状を維持したがるので、新しいことを始めようとすると嫌な気持ちになるようにできています。これをやってみたいと思うと、もう一人の自分が出てきて、いや、そんなことをしたら大変なことになるよ、だからやめた方がいいよ、と反対してきます。もう一人の自分は、それをやったら失敗するよ、それをしたら損をするよ、それをしたら嫌われるよ、とネガティブな幻想を見せることで、あなたをビビらせます。心は幻想と現実の区別がつきません。なので、嫌なことを想像しただけで怖くなります。ネガティブな未来をイメージすると、実際にそれを経験したかのように苦しくなります。失敗した自分を想像して辛い気持ちになることで、そんなことになるぐらいなら、やっぱりやめておこうとなります。一人の自分がこれをやってみたいと思ったら、必ず、いや、やめた方がいいよ、と止めてくるもう一人の自分が現れます。やってみたいというワクワクが、それをしたらひどい目に遭うかもしれないという恐怖で相殺されることで、新しいことを始めることができなくなります。何かをやってみたいと思ったら、必ずやめた方がいいよとワクワクを抑え込む力が生まれます。私たちは基本的に意志が弱いということです。私たちは現状維持を好むので、基本的に行動力がないのが当たり前です。しかし、自分を楽しませたい、自分を成長させたい、自分を幸せにしたいと思ったら、新しいことに挑戦していく必要があります。新しいことを始めるためには、やめた方がいいよ、と主張してくるもう一人の自分を何とかしなくてはいけません。もう一人の自分は変化を感じると元に戻そうとしてきます。仕事を変えようとしているな、お金を稼ごうとしているな、恋人を作ろうとしているなと気づくと、はい、そんなことをしたら大変なことになりますよ、やめた方がいいですよ、と止めに入ります。なので、もう一人の自分に気づかれないように、少しずつ自分を変えていく必要があります。例えば、それまで本を読む習慣がなかったのに、よし、これからは一日一冊本を読むぜと決めると、もう一人の自分に気づかれてしまいます。本を読んで何も身につかなかったら、お金を損しますよ。つまらない本を買ったらものすごく後悔しますよ。だから今まで通りテレビでも見ていましょうよと邪魔してきます。なので、もう一人の自分に気づかれないように一日一ページ読むことから始めようと決めることができます。一日一ページから始めれば、なんか昨日と違うことが起きているような気がするけど、これぐらいの変化なら大丈夫か、ともう一人の自分がスルーしてくれます。一日一ページを繰り返していけば、一日一ページ読むことが昨日までと同じやり方になります。もう一人の自分が一日一ページ読むことが生き延びるための最適な方法として認識するようになります。そうしたら次は一日二ページに増やすことができます。一日二ページを読むようにしても、前日との変化はたった1ページなので、
もう一人の自分はそれぐらいならいいかと見逃してくれます。このようにコツコツと小さな変化を加えていくことで自分を大きく変えることができます。ということで、いきなり自分を大きく変えようとするともう一人の自分に猛反発されてしまい、行動を起こすことができなくなります。バリバリ働かなくちゃいけないんだ、運動しなければいけないんだ、痩せなくちゃいけないんだ、強くならなくちゃいけないんだと自分に強制するほど、いや、絶対に無理ですから、絶対にやりたくありませんからと抵抗する力も強くなります。なので、これぐらいなら見逃してもらえるだろうという小さな変化をコツコツと積み重ねていくことをお勧めします。いきなり正社員は怖いけど、短時間のアルバイトならできそうだ、いきなりランニングはきついからウォーキングから始めよう、外に出ることから始めてみよう、いきなり食事制限をしたらすぐに諦めてしまいそうだから、たまに野菜を食べることから始めてみよう、弱い自分を受け入れる練習をしていこう、弱い自分を許すことができる強さを身につけていこうなどと、もう一人の自分がスルーしてくれるぐらい小さなステップに分解していきましょう。小さな一歩を積み重ねていけば、必ず山の山頂にたどり着くことができます。あなたは小さな一歩を積み重ねていくことで、必ずなりたい自分になることができます。なので、焦らずにゆっくりと景色を楽しみながら山頂を目指していきましょう。